オレクサ・ー・アンドル・ボロディム・イロビチ・ショー・コースキーは、ソビート連邦、キエフ出身の元同国代表サッカー選手。現役時代のポジションは GK。18歳で、ウクライナの名門 FC、ディナモ・キエフのアカデミーを卒業後、1993年にトップチームにデビュー。以来、現在まで一貫して、同クラブでプレーし、500試合以上に出場。 クラブの最多出場記録を樹立した。UEFA チャンピオンズリーグにおいても100試合以上でゴールマウスを守った。プロデビュー翌年の1994年にはウクライナ代表に初招集。代表チームにおいてもクラブと同様長年にわたって守護神として君臨している。PK ストップを得意とし 2006FIFA ワールドカップの スイス戦では延長戦の後の PK 戦で2本のキックを止めた。ワールドカップで無失点に抑えた試合後の PK 戦でも相手に成功を許さなかったのは史上唯一である。2016年12月13日、41歳にして20年以上の現役生活に終止符を打つことを表明した。引退後はウクライナ代表のアシスタントコーチを務めていたが、 2020年10月に親善試合に挑む同国の GK2 人が新型コロナウイルスに感染。新たな GK を呼ぶことが間に合わず急遽、ショフコフスキーが現役復帰してメンバー入りを果たした。ありがとうございます。